宴に使われなくなって、あのライブ会場になったんでしょ、イベント会場に使われるようになったみたいな、っていうのを聞いた。エアさん貼ってありがとう。今日もありがとう。楽しかったぜ。2022。年越しそばみんな食べる？ワン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 。おお。これ何？なんだ、なんて書いてあるかわかんないけど、爆弾ありがとう、ピッピーガッピーありがとう。爆弾会えるの楽しみ。こんばんは。披露宴やるようなとこ、そうだよね。ライブ会場って感じはしなかった。なんかライブ会場行くまで超あれだよ、歩いた、もうなんていうんだ、階段も登ったし降りたし、あの本当にもう超遠かった。エアさん天丼ありがとう、ありがとう天丼、ナイス、ありがとうございます。動画、いやいやいや、動画ね、ちゃんとね、ちゃんと喋ろうと思ったんだよ。だけどね、隣にね、なんかね、桜庭風花がいたからさちょっと恥ずかしいじゃん聞かれるのって恥ずかしい。1月28日、暑い多分、え、来てね。やばい、あと 10% だ。でも5分で 5% ってことは、まあちょうど10時には切れるってことかな。とりあえず音量でも下げとこう。そう、ネイルかわいいでしょ、お気に入り、めっちゃかい。そばね、食べれないよそば。まあ食べれないっていうか、食わず嫌いなだけなんだけどね。赤いキツネと緑のタヌキ、ヤッホー、また次に来て、期待して動画、入得で動画、まあよくあるか。なあさんポンありがとう、ハートありがとうございます。エアさん天丼ありがとう、ありがとうね、ありがとう。みんな配信納め、本当に配信ブチって切れたらごめんね。カインだって今充電ないから。そう、赤いキツネと緑のたぬき、天丼ってそばなの、初めて知った。でも天丼ってさ、エビフライ乗ってるから NG 出しちゃう。そう、一回帰ってきて飲んでるウケる、健康になってね。まあでもいいんじゃない、忘年会だし。なんかもうみんな忘年会じゃない、彼も忘年会したかった。え、てかさ、忘年会もあるのにさ、新年会もあるよね。ずっとなんとか会やん、すぐなんとか会。みんな会開くの好きすぎ。こんばんは、やっほー、こんばんは。ずっと健康で、それはカリンのセリフで、草対馬会ね、なんか対馬会ヤンキーみたいだね、それ。あ、ヤンキーはなんとか組か、対馬会何するんだろうこんばんは、ヤッホー。今日の会場なんかもう登場するときバミリが6とか7とかあったの、びっくりした。えって、なんか今日めっちゃライブ疲れたんだよね、なんでだろう。生誕 T シャツ生誕 T ね、めっちゃ今考えてる。
そう、セーターンティーのイラストの人を探してて、あのマネージャーがね、スプスラのマネージャーがね、めっちゃ詳しいのね、あのなんていうの、イラストレーターさんめちゃくちゃ詳しくて、そうなんかちょっと誰か紹介とかしてもらえませんかって言ったら、そう紹介してくれたけど、あのいいやいい、なんか自分が好きな、なんか自分がやりたい、自分がなんかいいなって思うやつを今探してる。入徳動画あるとき、動画あるとき来て待ってるよ。おはるきょんありがとう、爆弾ありがとう。はるきょんゆいぴの生誕来てね。モノクロ見てダンス上手くなったなって、うまくなった。え、ほんと？モノクロ、え、今日モノクロね、でも頑張った方。そう、モノクロやっぱモノクロ好きだな。うん、にゃんにゃん、そう、千葉さん、にゃんにゃん、千葉さんめっちゃ詳しい、本当にめっちゃ詳しくて、そうデザインとかはカリンはね、黒がいい、黒か白がいいのね。あ、白か黒か、それはなんかさ、一番まあ自分が白だからっていうのもあるんだけどさ、白か黒使いやすくない？なんか他の色あんま使いにくくない？まあ、セーターンティーをみんなが日頃から使うっていうのは分かんないけどさ、まあ、できたら着やすい色が良くない？白か黒か選べないまま。はい、選べませんでした。まあ大丈夫、安心して、ピンクとかにはしないからさ。そう、みんな着にくいかな。いろいろ話すこと楽しみにしてる。じゃあゆいぴの生誕でね。やっほーやっほー、こんばんは、やっほー。黒がいい？黒ね、白か黒なんだよね、本当に。そう、まあ黒かな。まあちょっとデザインの人ちょっと頑張る、これ頑張ってね。自分で依頼してるの、衣装、あの先生あのイラストとか、あの自分がジェニーさん、クマありがとう、エアさんペンライトありがとう、ありがとうございます、にゃんにゃんありがとう。そう、なんか自分がさ納得するのがいいじゃん、だからね、自分でね、こう、あ、こういうのがいいって言った、そう、こういうのがいいっていう人にね、自分から依頼 してるんだけど、やっぱ生誕祭ってさ、みんなすごいね、なんか自分で全部やってるじゃん。そう、自分で全部やってるからすごいなって思った。はい、今携帯ちょっと何パーか見、でも全然7パーだった、余裕かも。白か黒か選びないまま、涙流したあの日のじゃん、モノクロのボン。カインが今日はゆいぴの代わりにシキラで今日のお味噌汁の具材言ったんだけど、ちゃんとみんな聞き取れた？ゆいぴに今日の具材なんて言えばいいって聞いて、なんか最初ゆいぴって言ってたのだけど、なんかそれはちょっと面白くないよって、味噌汁に入れんのって思ったから、じゃあまあ何しようかなって考えて、年末といえばなんだろうと思って年末ジョンボにした。そう、年末ジョンボ、え、みんな年末ジョンボ買うの？年末ジャンボってみんな年末ジャンボ買いました？カイは年末ジャンボ買ったことないけど、
みんな年末ジャンボ買ってね。癖ある具材、いやす別にカニはそんな癖あるかは分かんないけど。こんばんは、はじめまして、ありがとう。はじめまして、ツイッターフォロー、あーおっと間違えた、対馬かりんです。ツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。そう、受けた、よかった。受けを狙ってないけどね。買いました、当たったらチキループします、待ってる。じゃあちょっと当たることを祈るね。当たらんもん、あれは何のどんな倍率なの、やばいよね。でもうん、エアさんありがとう、クマ、水色のクマありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、クマさんありがとうね。年末ジャンボであるよね、宝くじめっちゃ当たる、あの宝くじあるよね、新宿だっけ、勝てなくてもループします、俺なので。かっこよ、今日から俺はってこと。涙流したあの、じゃ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 ん、モノクロの僕に色をくれたなんにゃん。ルームフォロー、ツイッターフォロー、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。そう、もう10時だ、充電大丈夫だったかな。あ、そう、今日は初めてサイドポニーっていう髪型したんだけど、なんかちょっとエクステつけてたからさ、やっぱなんかちょっとなんか巻こうと思ったんだけど時間なくて、そう巻けなかったから、またリベンジしたい。ガッピー、良いお年を、ありがとう、良いお年を、ありがとう、嬉しい、イエイ、やった、15分経った、イエーイ。じゃあランキング読むね。カイの充電は今は多分 4% とか。13位だよね。じゃあランキング読みます。13位、虹色の空さん、ありがとう。12位、ナーさん&ポンさん、ありがとう。11位、コウヘイさん、ありがとう。10位、クサビーフーグーさん、ありがとう。9位、佐藤、ありがとう。8位、ガッピー、ありがとう。7位、カックン、ありがとう。6位、アンリューさん、ありがとう。5位、カオちゃん、ありがとう。4位、エチゴンさん、ありがとう。3位、エアさん、ありがとう。2位、ジョニーさん、ありがとう。1位、ハルキョン、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。明日配信じゃあしようかな。でも、もし配信するってなったら、お昼か朝かな。夜はね配信できないの、だって年越すもん。え、みんなも年越すでしょ。そう、いや朝地球昼だな。12、13、まあ14時、15時とか、そんなもん。まるまるコン、合唱コン。あ？ありがとうね、みんな配信来てくれて。配信納めでした。じゃあ明日は多分配信するとき、じゃあまたツイッターで告知するね。それでも許して。頼む。でもそしたらみんな見に来てね。だってみんな明日お休みでしょ？知らないけど。お休みだと信じてます。じゃあそれでは、良いお年を。にゃーん。